はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道稚内市にあります海が見える絶景のペンションについてです。皆さん、五右衛門風呂入ったことありますか？私は憧れがあったんですが、五右衛門風呂に入る機会は今までありませんでした。こちらでは海を見ながら五右衛門風呂に入ることができるんです。そして稚内の海の幸を味わうことができて、かつペットと一緒に宿泊することもできるんですよ。そんな北海道稚内市にあります人気ペンション、ペンションアルメニアを紹介したいと思います。 4K 映像かつ二重言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は日本最北端の空港であります稚内空港から動画をスタートしたいと思います。稚内空港は JR 稚内から約12キロの場所にあります。滑走路の長さが2200メートル、2020年の旅客数が約6万7千人です。ちなみに2014年の旅客数は18万2千人でしたので、コロナの影響がかなりあったんでしょうね。稚内空港の就航路線は ANA が羽田空港と新千歳空港に就航しています。米印の便は夏の期間限定で運航しています。 SFC 修行でも良いと思いますので、アナハの方にはぜひ利用してほしいですね。以前の動画でも紹介しましたが、北海道稚内市は札幌市内から約328キロ、旭川市内から約250キロの場所にあります。そして日本最北端の宗谷岬からサハリン最南端のクリリオ岬まではたった43キロしか離れてないんです。ぜひ一度日本最北端の宗谷岬を訪れてほしいです。この宗谷岬の近くにあります宗谷岬牧場では、稚内のブランド牛であります宗谷黒牛を飼育しています。以前動画で紹介しましたステーキハウスバンで食べることができますので、こちらもぜひ訪れてほしいです。そんなに簡単に稚内に行けるわけないと思っているそこのあなた、宗谷黒牛のお肉や宗谷岬牧場のハンバーグを Amazon で買うことができるんです。販売リンクを概要欄に貼っておきますので、一度取り寄せて食べてほしいと思います。今回紹介しますペンションアルメニアは JR 稚内から約18キロ、日本最北端の宗谷岬からも約13キロの場所にあります。ペンションの名前の由来にもなっておりますアルメニアは写真の花だそうです。私は最初トルコの近くにある国のアルメニアと勘違いしておりました。はい、稚内空港から約10キロ、所要時間15分でペンションアルメニアに到着しました。それではペンションの中に入ろうと思います。玄関から入っていきますとロビーになっていまして、奥に浴室などがありました。左側のカウンターでチェックインをします。右側のテーブル席が食堂になっていました。この席からは海を見ることができます。2階にも部屋がありましたが、私は1階の部屋に宿泊しました。このペンションにはかなりたくさんの芸能人や有名人が宿泊されていました。宿泊された芸能人や有名人の写真がたくさん飾られておりました。店内には電子レンジがありましたので、ここで食事を頼まなかった場合でもお弁当などを温めることができます。漫画本やいろいろなパンフレットも置いてありました。またサハリンの情報が記載された本なども見ることができます。電子ピアノも置いてありました。お店の方に許可を取ったら聞かせてもらえるかもしれません。ランドリーも使用料金がかかりますが利用することができます。浴室の右にあります部屋に入ってみました。ここは喫煙ができる部屋のようです。漫画本などもありました。宿泊料金は部屋や食事の内容などによって変わります。宿泊予約は公式ウェブサイトや電話、楽天トラベル、じゃらんで予約することができます。またこのペンションは有料ではありますが、ペットと一緒に宿泊することができます。ペットと一緒に宿泊されたい方には嬉しいサービスですよね。ただ事前に予約が必要ですので、忘れずに予約してほしいと思います。実際に
私が宿泊した時にはワンちゃんを連れて来られたお客さんがおりました。それでは宿泊した部屋に入ろうと思います。クローゼットとユニットバスがありました。私は一人で宿泊しましたが、次の部屋でした。バルコニーに出てみたのですが、一面に海を見渡せてすごく気持ちよかったです。この写真はこちらの名物であります五右衛門風呂です。こちらでは11時から14時に宿泊しない方でも食事をすることができます。ここでは追加料金で、後で紹介します、大浴場に入ることができます。そして夏の時期限定ですが、無料で五右衛門風呂に入ることができるんですよ。この五右衛門風呂は水着を着用して入浴します。水着は無料でレンタルすることができます。食事メニューはラーメンやカレーなどいろいろなメニューがありました。個人的には黄色の枠で囲んでおりますホタテカレー1000円や、赤枠で囲んでおります宗谷黒牛ハンバーグ定食1200円が食べてみたいと思いました。この食事メニューはテイクアウトができるメニューもあるようです。ドリンクやデザートメニューでは黄色の枠で囲んでおりますすだちドリンク400円や、緑色の枠で囲んでおります自家製のレモネード300円、水色の枠で囲んでおりますいちごやバナナのチョコパフェ450円などが気になりました。それではこちら名物の五右衛門風呂に入りたいと思います。私も先ほど紹介しました水着をレンタルしています。私は海に沈んでいく夕日を見ながら五右衛門風呂まで歩いていきました。遮るものが何もない絶景の海を見ながら五右衛門風呂を満喫することができました。開放感もあって最高でしたね。夕食は海の見える食堂で食べました。食堂の壁には稚内の歴史が書いてありました。夕食のドリンクメニューは私も今回注文しました緑色の枠で囲んでおります北海道限定の札幌クラシック瓶ビール600円や、黄色の枠で囲んでおりますジャガイモや昆布を使った焼酎450円、水色の枠で囲んでおります利尻昆布梅酒500円など、道外の方に飲んでもらいたいと思いました。私が宿泊した時の夕食です。稚内の名物料理でありますタコしゃぶがありました。奥にはいくらご飯と味噌汁がありました。その手前にはなめたガレイの煮付け、これは味が染み込んでいて美味しかったですね。つぶりと北海シマエビもありました。どちらとも濃厚な味でした。またナマコとウニもありました。ボタンエビやホタテなどの刺身、そして毛ガニもありました。一番右の料理は餃子ニンニクとタコのささめの和え物、これも本当に美味しかったです。海に沈んでいく夕日を見ながら稚内の美味しい海鮮料理を堪能することができました。本当に美味しかったです。大浴場の横にはソフトドリンクの自動販売機がありました。こちらの大浴場にはブラックシリカが入っています。これによって新陳代謝が盛んになり、疲労回復、腰痛などが改善され、健康的な体作りに良いとのことです。それでは大浴場に入ってみようと思います。そんなに大きな大浴場ではなかったです。この大浴場の窓越しから景色を見ますと、綺麗な海を見ることができました。天気が良ければサハリンが見えたんでしょうかね。海を見ながらのお風呂、最高に気持ちよかったです。私が宿泊した時の朝食です。焼いた鮭やイクラ、餃子ニンニクの醤油漬け、ホタテの味噌汁、ご飯、そして洋
ーグルトなどの料理を、海を見ながら、いろいろな料理を朝から食べることができました。本当に美味しかったです。このペンションに泊まった方が、このノートに宿泊した感想などを記載しておりました。日本人だけでなく、外国人が書いた文章もたくさんありました。ロケーションや料理だけでなく、スタッフの方も感じが良いので、またここに泊まりたいと思う方が多いんだなと、このノートを見て感じました。支払いですが、現金だけでなく PayPay を使うことができます。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました、北海道稚内市にありますベッドと一緒に泊まれる絶景のペンション、ペンションアルメニアは、綺麗な夕日を見ながら夕食を食べたり、五右衛門風呂に入ることができるペンションです。日本最北端の北海道稚内市で、思い出に残るペンションに泊まりたいと思った際に、ぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさんもワンちゃん連れてこのペンションに泊まりたい。